YouTube チャンネル。なんと森勝幸日本一。さあ、行くぞ。オー。最終的には人気になりました早津康介ハンデゼロから、10メートルからは2番の丸山博信、20戦からは3番高塚義明、30メートルは斉藤哲司、中山徹、大外は泉田修介、40戦からは中野則人、森克幸、以上の8名による対戦です。3連単ではわずかに森が一番人気になりました。思想25マーク。対するはハンデゼロ早津康介。スタートまで10秒前です。10レースの発走でございます。5秒切ります。3秒前。10レース準々決勝スタートしました。1番の早津、スタートは上々な。後ろの方からは7番の中野が5番の中山を叩いていきました。6番の泉田も3番の高塚をスタートで叩いています。かなり入り乱れました序盤の周回。1番の早津が逃げます。ハンデ差以上のリードがあります。1番人気の森勝幸はまずは斉藤トップ賞というところ、レースは2周目に入ります。快速を飛ばして逃げている1番早津康介、アドバンテージはもう20メーターから30メーターです。6番の泉田が早めに2番手に上がろうというこの3コーナーから4コーナー。森は序盤が決まらず、まだ最後尾8番手を回っています。1番の早津が逃げています。2番手は6番泉田、そして後方からは3台まとめて森が料理。今5番手に上がろうというところであります。5番の中山徹をかわしました。その前から3番の高塚、2番の丸山を差し切りまして、3コーナーでは2番手に上がりました。おっと、ぐらつきました。ここで森の道が開きました。一気に3番手に急上昇であります。残りは3周回。1番の早津が逃げています。2番手は6番泉田修介、若干先頭2番手の距離は縮まっていますが、まだまだ早津康介のペースであります。2番手は6番泉田、そして森勝幸がありったけの力を振り絞って、さあこの辺りが一気にカンカンで縮まった。残りは2周回です。2番手6番の泉田、やや2番手で苦しくなりました。森勝幸は3番手からスーッとインコースから、ここで前輪かかった、入ってまいりました。3コーナー、森が2番手で上がっています。逃げる1番の早津を追いまして、森勝幸この距離感はどうなのか、微妙な距離感だ。残り1周ブルーフラッグ、追いついても不思議なし、届かなくても不思議はない距離感です。1番の早津が先頭だ。2番手は森勝幸、その差は10メーター弱まで縮まっています。最終コーナーに向かっています。先頭は早津康介、早津が逃げる逃げる、1番の早津が先頭だ。森追いすがるも届かない。1着1番早津康介、2着8番森勝幸、3着6番泉田修介でした。1着になりました早津選手の競争タイム 3.390、 3.390、 通算21勝目を挙げています。早津選手、1着おめでとうございます。払い戻し金です。2連勝短式、1番8番330円、1番人気2連勝複式、1と8の組160円、1番人気3連勝短式、1番8番6番1140円、2番人気